ここをどういうふうに生かすかっていうのも非常に重要になってきますよね。はい、さあ今日はセットプレーからこのコーナーキックからゴールが生まれています。金沢です。さあこちらもニアサイドすらしたところ、こぼれた、決まった、ヒロイのゴール、キャプテンヒロイ今シーズン2得点目。第2節に続いて2試合ぶりのゴール、キャプテンヒロイが決めました。突き放すゴール、またしてもコーナーキックからの流れでしたね。まあ、同じようにニアでスラスっていうのが一つ目的としてあったかもしれないですけど、誰も触れずにね、最後まで遠い方のサイドまで流れてきたボールを広井選手がしっかり押し込みましたよね。